世界を認めない、認めてたまるか。よかった、間に合って。あ、ユイタ。いつも助けられてばっかりだったから、今度は俺の番だな。そんなこと気にしてたの？ありがとう。ユイタ、やろう。俺は止まらん。次こそは必ず。俺たちの力だけじゃない、これまでに結んできたたくさんのつながり、その全部の力で。なぜだ。ここで俺が負ければ全てが。それとも俺のただ一つの望みは否定されるのか。もう限界でしょ。諦めなさい。これ以上戦う意味はないだろう。まだだ、まだ俺は。カレン、どけ、吹雪。カレン、もうやめてくれ。君が一人でそんなに苦しんでいたなんて。僕は。黙れ。でももういい、もう十分だよ。僕もアリスも君がそんな風に苦しむところを見たくない。黙れ。僕たちはこの世界で生きていかなきゃいけないんだ。アリスのいない世界で。君の気持ちは分かってる。だけど
受け入れよう。ここで生きていこう。カレン、頼む。俺たちに協力してくれ。もう一度言うわ。クロノスターミナルへ行って私たちと一緒にもつれをほどいてほしい。大切な人にもう会えない辛さは俺にもわかるよ。だから納得してくれなんて言うつもりはないけど、だけど俺はこの世界の未来を閉ざしたくない。絶対に譲るわけにはいかないんだ。過去を改変しても望む結果が得られなかったから、これまで何度も繰り返してきたんでしょう。もう終わりにしたらどう？あなたのことを大切に思っている人のためにも。カレン、未来を、この世界の明日を一緒に作ってほしい。そうか、ここが果てというわけか。ならばそれも一つの選択か。協力してくれるんだな。お前たちの希望は叶えてやる。カレン。だがクナトゲートをただ消滅させるだけでいいのか。フブキ、お前なら可能性。それはカイとスメラギが実行しようとしていた断絶の帯を。なるほど、クナドゲート消滅のついでに厄介者も見…だけど兄貴の計画は実現不可能だぞ。俺の超能力で断絶…私とユイトの重力操作能力ね。確かに荒はばきを利用すればいい。確かに荒はばきが生体コンピューターなら脳をサスで繋いで可能だ。アリスを買いに。しかし荒はばきで増幅される大質やってみせるよ。理論的にならすぐ準備にかかろう。カレンの身柄は。私たちはクナ俺の先祖はカレンだったってことになるのか。ユイト、今行くよ。念のために言っておくわ。
必要だからコピーさせたけど、もしおかしな真似をしたら。心配するな、クナドゲートは消してやる。荒はばきの準備はできている。カレンの準備も大丈夫だね。荒はばきとの連結もオペレーションするけど、今回は俺たちもサスをつないで協力。頑張ろうね、カサネ、ユイタ。僕たちもサスで二人をサポートします。みんなにも大きな負担がかかると思うけど、力を貸してくれ。私たちならできるわ。荒はばきへの接続準備。それじゃ。荒はばき。は断絶の帯に集中しろ。荒はばきの制御は俺がやる。2000年繋がっていた俺なら可能だ。分かった、頼む。信じるわよ、カレン。この世界を救いたいというのならば証明してみせろ。クナドゲートに吸収されていきます。 すごい、断絶の帯がどんどん消えてく。うまくいった。ありがとう、カレー。断絶の帯はもう大丈夫そうね。ならこのままクロノスターミナルへ行くわよ。ああ、レッドストリングスに集中して。そう、これで最後だ。カサネ、ユイト。おい、カレン。やはり俺には諦めることはできない。過去へ飛び、アリスが助かる道を探す。ダメだ。待ちなさい。お前たちの希望は叶えてやると言っただろ。俺はもうヤクモになるつもりはない。もつれは確実に消失する。兄さん、やっぱり。それはつまり君が命を。これが最後の跳躍だ。勝手なことを。カレン。イエさん。
レッドストリングス、どうして？アリス、すまない、吹雪。アリスを頼む。何が起きたんだ？見て、クナドゲートが。綺麗だ。私たちやったのかしら？クナドゲートが消えたということは、兄さんは。ルカ、さっきの赤い糸の洪水はレッドストリングスだよな。ってことはカレンが過去へ飛んだことで世界に何か変化が起きた可能性が。クナドゲートが消えた以外にも？あっ、ついぼーっと見とれちまったが、そういうことならすぐ調べる。やるぞ、ハルカ。遅いわよ、お兄ちゃん。もう始めてるわ。守れたんだよな。滅びの未来から救っただけじゃないわ。断絶の帯まで消滅させたのよ。私たちとカレンが。うん、新しい未来を救ったんだな。君にも見せたかったよ。호텔에크게문제있지흥분한거지하더라나가서그래랜드문을막상막상막이상해오케이한번우리부터한달에받았지않았나그런거든다든가스킵빨리봐봐이라도이렇게하네이포스블아맞죠이마실어베라레르한이다도もっと詳しく調査してみるべきではあるが、私たちが知る歴史だけど、これ吹雪連隊長、断絶の帯が消滅したと各所から報告。それにクナドゲートが急に消失して。詳しい報告は追って行う。まずはニューヒムカセ。吹雪、あなたも来てたの？アリス。何？そんなに驚いて。ほら、花火も一緒だったのね。え？え？ア
アリス。君は、いや、まず確認したいことがある。カレンのことだけど。カレン？カレンって誰？ஆட போயிடும். எல்லாருக்காகவும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு அவனை யாருன்னே தெரியாமல் முடிச்சிட்டானே. ஒரு ரெண்டாவது பாட்டு வருமோ, அவன் நல்லா இருந்தது. வேறதெல்லாம் இப்போது அந்த யூகிட்டோவை கூட ஆடலாம் நீங்கள். அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி லைனு, பட் எண்டிங் அதே சிம்லர் தான். ஓ, ஒன்றும் முடியலையா? த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்றும். この前から相談していた件について準備ができたから明日にでもクナド高速へ行こうと思っている。もしよければみんなも来てくれると嬉しい。ごめんなさい、遅かったかしら。まったく、私を待たせるとは、あいつも偉い。なんだ。俺のような、俺たちは、しかし、歴史が書き換わっても、そうね。さすが現場ね。まあ、上から退役を、その後新しい、ああ笑ってた。カレンが時間、要するにありてん、吹雪連帯。ところで、ええ、すまないみんな。こうして全員が集まるのは久しぶりね。みん大した時間は経っていないだろう。むしろ忙しすぎてあっという。嵐は特に連日マスコミに引っ張りだこだもんな。まこの辺りの会議にも特に変化はないようだな。断絶の帯が消えて新たな会議は降らなくなったが、地表の会議、ああ俺もまだまだ。そうだよ玄馬、私たちはこれから海遊法も地表の海位の分布を観測するシステムに変えていく。いろいろ少しずつ。さてそれじゃ、これでいいかな。みんな今日はありがとう、彼のために。結局カレンのことを覚えてい、世界が変わって、まさか自分の存在をなかったことにしちまう。望み通りに世界を変えた代償なのかもしれません。兄さんは僕を一人っ子にするなんて、本当に兄さんは勝手だよ。僕たちが覚えている限り、この世界に確かに彼がいたということを。はい。
さて、んじゃぼちぼち。どうせなら周辺の怪異をある程度討伐しながら。はぁ、相変わらカサネ、決まったんだってな、月へ行く計画。ええ、渡月で話を聞いた時から考え、あの月にも怪異化に苦しむ人たちがいるなら、ニューヒム化の怪異化技術の応用から重粒子を制御する方、皮肉な話だけ。協力してくれる人もたくさんいるんだろ。よかった。もちろん行くわよ、たとえ一人だとしても問題ないでしょ。そっか、そうだな、俺たちはみんな一人で、でもつながってる、どんなに遠くにいてもな。ユイトはこれからどうするの？もう少しだけ海抜群を続けるつもりだよ。その後はいろいろかな。能力に縛られない社会を作れたらって思うし、親父たちのやってきたことにも向き合わなきゃな。世界を変えていきたいなんて言うと大きすぎるかもしれないけどさ、この世界を救ったんだから変えていくことだってできるわよ。それならここはユイトに任せるわね。ああ、任された。ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான், கசானே ஸ்டோரி சேனல் முடிஞ்சது. ஓகே கசானே, எக்ஸ் நியூ கேம் ஸ்டார்ட் த கேம் மெட்டி. ஓகே முடிஞ்சது கைஸ். எனிவே தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். பை பை.